後、どんな街でしたか？今はどうですか？男の人が自分の街について話しています。正しい答えに丸を書いてください。皆さん、私の田舎は山の中にある小さな村でした。私が子供の時、高いビルは全然なくて、店も少なくて、デパートも映画館もありませんでした。でも、緑がたくさんありましたから、子供が遊ぶところがたくさんありました。今は高いビルが多くなったり、お店が多くなったりしました。今、映画館とモールもあります。人口も多くなりました。20年前は1万人だけでしたが、今は5万人になりました。でも、緑が少なくなりましたから、子供が遊ぶところが少なくなりました。少し寂しいです。